ガイウス・ソシウスはプレブス出身の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前32年に失政官を務めた。紀元前44年3月15日にカエサルが暗殺されると、ソシウスはアントニウス派に加わり、紀元前39年頃に財務官を務めている。紀元前38年には解任されたプブリウス・ベンティニウスワススに代わって、 シリア族衆及びキリキア族衆の総督に任じられた。ソシウスはアントニウスからエルサレムを占拠するアンティゴノスと戦うヘロデ大王を支援するよう命令された。紀元前三十七年、ヘロデと共にエルサレムに進軍し、ここを占領した。ソシウスはヘロデを大いにつかせ、ヘロデ朝が成立した。この勝利を称たたえて、ソシウスはローマに戻った。 紀元前34年に外戦式を実施している。紀元前32年には、執政官に就任、同僚執政官は、グナエウス・ドミティウス・アヘノバルブスであった。アウグストスとアントニウスの間に内戦が勃発すると、ソシウスはアントニウスを支持し、元老院ではオクタヴィアヌスを激しく非難した。結局、ソシウスは、東方へ逃れることとなる。紀元前31年。 アクティウムの海戦に先立ち、アントニウス艦隊を指揮、初戦で、ルキウスタリウスルフスの艦隊に勝利するが、しかしマルクス・ウィップサニウス・アグリッパの援軍が現れて、戦いに加わり、キリキア王、タルコンディモトゥス・アイオは戦死、ソシウスも戦場を脱出せざるを得なくなった。カッシウス・デオはソシウスも戦死したとする。しかしその後に行われた、アクティウムの海戦では、 アントニウス艦隊の左翼を指揮したことが分かっている。海戦での敗北後、ソシウスは脱出したものの結局は捕らえられ、オクタヴィアヌスの面前に引き出された。しかしルキウス・アルンティウスの取りなしにより除名されている。ローマに戻ったソシウスは、紀元前34年から行っていたアポロ・ソシアヌス、神殿の修復作業を完了させ、オクタヴィアヌスに捧げた。ソシウスは、 紀元前17年にアウグストスが復活させた協議会の15人委員会の一員であったことが石文シル6.32323イコール ILS5050 で確認できる。またアラパキスにも15人委員として記録されている。ソシウスに息子がいたかは不明であるが、娘は二人いた。しかし、ソシウスの種族名は2世紀初頭の執政官、クイントスソシウスセネキオ。 三世紀後半の聖人である、聖、ソシウスに現れる。ありがとうございます。